がいちいいね、見やすくていいよね、うん、いいよね、うん、長そうな車に見える、はい、本当だね、ね、うん、確かにこれ100万じゃ買えないと思うよ、うん、私もそう思う、はい、続いての車は三菱のデリカ D5 です。おお、はい、大人気ですよね、てかさ、これ100万じゃ買えないと思うよ、うん、私もそう思う、はい、最後に発表させてください、はいはい、こちらの車はこの形になった CV5W 型と呼ばれるですね、はいはい、初期型の平成19年の15万キロのお車、うん、平成19年って何年、2007年でございます2007年、はい、じゃあ出た時のやつだ。そうです、あ、はい、まあ、出た時のこれあの結構希少な限定カラーでして、うん、はい、今玉数としても非常に少ないお車になりますね。で、まあ、あのデリカといえばこうやっぱりどこでも走るこの 4WD の性能の高さっていうところが魅力なんですけれども、やっぱり最近ですね、このデリカ、このノーマルをベースにしてカスタムをされる方が非常に多くなってきてるんですね。なので今回のお車に関してはあの九州でパーツを製作されているオートフラックスさんっていうパーツがもうフルで付いております。はい、え、このカンガルー除けも。そうです。あ、そう、いかにもなんかね、今っぽいよね。そうですね、うん、アウトドアな感じ、はい、アウトドアな感じ、いいじゃん、ちょっと、はい、これいいよ、うん、うん、これあれですよね、あのガソリンなんですよね。そうです、これはあの 2.4 リッターのガソリンエンジンで、でも170馬力あるので、まあ、この車格に対しても十分なパワーがあるので結構いい加速をしてくれます。はい、女子目線どうよ。女子目線、私キャンプとか行くんで乗ってる車がインプレッサとかシルビアなんで、荷物全然乗らないんで、これだけ乗ったらいいですよね。インプ詰めるじゃん。いや、もうやっぱこっちには負けますよ。あ、そうだそうだそうだ。いや、いいよね、なんかワイルドで、うん、あと初期型のドカル実はもうこの形、3台乗ったんですね、うんうん、あ、そう、はい、で初期型の方が僕個人的には好きで、うん、あの今の現行のやつって電気カミソリみたいな顔してるでしょ、顔がね、ああ、あのなんかしてる、うん、してますよね、電気ガミソリね、はい、だから個人的にはこっち側のシンプルに言うと内装も見ていただきたいんですけど、なんかやってる、あのシートカバーがついてまして、あの当時革シートの設定ってなかったんですけれども、あ、そう、あの 革のカバーをかけると、うん、まあ、かなり高級感も出てきてですね、出る出る、はい、やっぱりこの車格になると、うん、アルファードとかベルファイアもご検討される方多いんですけれども、うんうん、デリカもこういう風にカバーをかけてあげるとだいぶこう内装の印象も変わってくるので、高、うん、そうな車に見える、はい、本当だね、ね、うん、確かに、うん、これも100万ぐらいで買えるんだったらいいかもわかんない。本当かね、山田、うん、最後に発表させてください。引っ張るね、はい、引っ張るな。いや、これいいよ、高級そうに見える、うん、うん、うん、リアのエアコンもついてるし、あとあれですよね、はい、あのこれを取って、うん、あの後ろカスタムにしてベッドにする人も、うん、このいやらしい男だね。いや、でもアウトドアの人多いよね。キャンプでなるほどね。ちょっと俺一つは気になったんですよ、いいじゃん、これはね、焼けちゃってるんですよ、ほら、ね、そんなの色塗っちゃえばいいじゃん。だからこれ、ここも焼けてるでしょ、うん、だからこれを全部剥がして、うん、ここを全部この黒にしてもよかったなと思って、うん、あなるほどね、かっこいいですよね、はい、そうそう、だからこれはなんかちょっとあれかなって感じが、焼けてるのがバレちゃうから、うん、これなんか模様に見えるけどね、なんかここはいいんだけどね、うん、うん、あ、そう、ちょっと僕はもったいないな、なるほど、せっかく外観がすごくいいんで、うん、え、これ元はいくら、元300万円台だったと思います、はい、今の現行は500万円オーバーなんで、うん、はい、あ、そう、それで100万で買えちゃう、いや、いいじゃないの。あとこれはコンパクトだから、うん、これ 1.8 ぐらいですよね。1800？ うん。あ、幅ですか？幅ですか、幅。もうちょっとちっちゃかったと思います。確か違ったかな。そんなちっちゃいこれ。だから漢字で言うと、ゴルフと同じような大きさなんです。うそ！いや、横幅はそうなんです。本当かね。はい、意外とね、確かに横幅はそうですね。意外とコンパクト、スリムですね。うん、
確かあそうだからあのデリカは今人気なんですよ、うん、今みんなどん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 大きくなっちゃって、うん、そう幅もね1.9 ぐらいあるでしょ、うん、長さもさ5メーターぐらいあるしこれも1.8ぐらいかな意外とね幅1800ないと思いますよ確かあそう、うん、あこれはいいわこれいいですよ、うん、ねそうなんですよこれアウトランダーベースだからもともとが、うん、あの強いんですよオフロードめちゃくちゃ、うん、お腹もつらないし三菱のヨークは強いよ、うん、本当に三菱のこれは純正じゃないですよね。あれこれ純正でしたっけ？これもあのついてます。後から、はい、あ後付けだよね。はい、そうだよね、うん。こんな幅が広かったかなと思って。見える見える。これあのこれ悪くないよね。これいいですね。うん、すごい自然に。確かに。うん、これもタイヤもかっこいいし。うん、かっこいい。いいじゃん。いいじゃないですか。じゃあちょっとこれもそろそろ試乗してみますか。そうですね。はい、お願いします。最初からさ。ミニバンだったらあるじゃない、2列シート、3列シート、はいはいはい、そうですね。だから小回り効くね、これ。結構あの打角も大きいので、うんはい、小回りはあのミニバンの中でも効く方ですね。ね、効くね、はい。あ、なんかさ、この高い位置いいね。見やすくて。いいよね。うん、いいよね。うんうん、この車はね、本当にね、街中じゃナンバーワンですよ。うん、あ、そう。うん、2.5 リッター。2.4 ですね。そこさ、頑張ってね。そうそうそう、うるさいね。あとマフラーが実は変わっているちょっとあの音としては大きめにはなりますね。なるほどね。はい、はいはい、どうですか土屋さん。あのね、車重が重いから。うん、そう、まあね。そう、どっちかっていうとね、もうちょいエンジンのパワーがあったらいいなって感じ。そう、まあそうだよね。うん、2.4 リッターだとこの車重持っていくにはちょっと辛いなって感じ。いかがでしたか土屋さん。いや、あのさ、飛ばす車じゃないから、うんうん、こう着座位置が高いからすごく気分がいいわけよ。はいはいはい、安いよね。そうそうそう。運転しやすいしね。17年前？17年。17年。全然ボロじゃない。うん、全然ボロじゃないよこれ。特にこれね、ちょっとルーフキャリアとか後ろのラダーとかいろいろついてるんで、うん、重かったかも。あのね、うん、エンジンはうなってる。やっぱこう 2.4 リッターの NA だから、うんはい、これだけの重いものをってなるとやっぱうなるよね、うん、だけどこれが走り出しいくら？そうですね、こちらのお車なんですけれども、車両本体価格がですね、95万円、うんお乗り出し価格、115万円でご案内をどうですか、はい、させていただいております。どうですかデリカファンとしては。デリカファンとしてはやっぱり全部で100万がいいですよね。ねえ、値切るね。いやいや。次回は50万にしません？おお、安めでもっと。10万ってすげえボロだよ。いや、でもそんなことないんですよ。人気のある車は高いけども、不人気。不人気だったら誰も見ないこの番組じゃん。あの、ね、実は YouTube では30万以下のものが一番売れんの？再生回数多いんですよ。僕なんかもやってるでしょ。高いやつみんな見ないですよ。多分フランス車イタリア車が入ってますね。でさいいよね、はい、この番組で紹介したからってクレーム来るよ。そういう車ってすぐ壊れんだよ。いやそんなことないですよ。あ、そう、ちゃんとやっぱフランス車とかね、はい、あのイタリアでいいのありますよ。そう、もう僕なんかも前乗ってたけど30万のフォルクスワーゴンも乗ってたし、うん、フィアットパンダも乗ってたし、うん、もう全然無駄、うん、プジョーも壊れない。全然問題ないですよ。だって30〜40万だったら2年ぐらいでいいじゃないですか。そういう楽しみ方もなんか俺はこの番組で提案していいと思うんですよ。もう30万以下がボロだって言っちゃったら、うん、なんかそれはなんか、ね、もう壊れるの前提で買えよみたいな。いや壊れないですよ。特に絶対壊れる。壊さないように国産車なんか全然壊れないじゃあ一回次はじゃあ80万 で、 そ、 で、ね、その次は50万でちょっとずつ行きましょう、ね、ちょっとずつ、はい、ぜひお願いします、はいはい、よろしくお願いします、はい、お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めてあの提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひあのうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで、はい、
そうですね、はい、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、テリー氏の車の話という、ね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、塗装部も板金部もね、稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか、はい、中古車買取本舗、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取本舗で検索。車のことならアヘッ、ガスタムカー中古車販売、買取ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。